孔子の天礼論は実は音楽とそれから仕草って言いますかね、演劇的な要素とそれから天礼の時に歌を歌ったりそれからしますか、お経を唱えたりするようなその詩のような韻を踏んだ綺麗な文章とかっていうので天礼芸術っていうのが孔子にとっては非常に大事であったっていうことをここで申し上げておこうと思います。ですから孔子はその孔子の時代はどこでもそうなんですが、ある王様が政権を取るとその王様のあるいはその家の伝えられた天礼っていうのがありまして、例えば西の国の天礼とそれからどこか他の国ですね、炉の国の天礼とは違いますから、平等に入るに先立って必ず礼を問うたっていうのはそこの礼儀を聞いたというふうにみんな訳してますけど、それはとんでもない間違いで、要するに天礼がここではどういうふうに行われますかということを聞いて入っていったっていうので、ちょうど私どもがやはりお寺に行きますときに、私なども慣れておりませんから、こう歩行するときこうやって3度やるんですか2度やるんですかというと、やっぱり別々なんです。ある宗派では3度だって言いますが、ある宗派では2度だって、それから神様のときに神道のときにも知らないで柏で音立てて打つとお葬式の時はいけないんだって言われますから、やはりそういう時にあらかじめですね、知らない儀式の時には小さい声でどういうふうにすればよろしいんですかって聞くのが礼儀だと思いますし、ですから孔子はそういうことをしていたの、まるでこのちょっとエティケットに反したら割れるといけないから聞いて回ってたっていうふうなですが、そうではないっていうことをはっきりと知っていただきたいと思います。礼っていう字は本当に大事なんです。ですから礼儀って日本語で読んでおりますが、礼儀という礼の儀っていう、それは天礼を書いてのことが伝えられておりますが、伝わっているのはほとんどお葬式でございます。どうしてかっていうと、お葬式以外の天礼についての書物は墳所工事の時に焼かれているんですね。それから非常に素晴らしい音楽の楽器がたくさんあったんですが、それも儒教のものは壊されておりまして、東洋できちんと残っているのは台湾のにありますね。そしてあそこは韓国は今でも儒教が宗教として盛んな国の一つですけども、だいぶ衰えてきましたけども、ですけども孔子のお祭りの時にわざわざ台湾からその揃った楽器を持ったなんて言いましょうか、こちらの言葉で言えば神官たちというような人たちが来まして、韓国の清金館大学、ソンギョン館と言っておりますが、ソンギョン館大学で帝博というんですか、そこの清金館大学で、儒教の伝統が残っておりまして、創立記念日とかいろんな時に孔子のお祭りをしますが、それが東洋で見られる今はほとんど唯一の正統的なものではないかと言われております。そして炉の国の孔子のおりましたところに今でも後継の人がずっと尊われて今でも残っておりますが、そのところでもやってるんだそうでございますが、私はそこに行ったことがございませんので、東洋で知ってるのは清金館大学のその天礼だけでございます。ついでながらその清金館大学でその厳粛な天礼が行われている時に日本のテレビの会社が来ましてね、それを撮ったんですが、もう粛々とした服装を着て粛々と進んでくるその人たちを映そうとして、テレビの人たちは大抵暑い夏なんかですとほとんど、なんていうか運動シャツぐらいなものを着てそれでこう入ってきましてね、映そうとする。そうすると韓国のその儒教の信者たちが、結局儒教ですから育児なしなのかもしれない、おとなしすぎるのかもしれない、もう困りながら止めもしないんですね。そうするとその並んでる人どけて、どきなさいどきなさいって言って映したりしてて、あれは
ヨーロッパとかアメリカのテレビ局ならしないことじゃないかと思って、本当にこう、なんて言うんでしょうかね、思い出してもですね、恥ずかしくて涙が出るなんてことめったにないんですけど、恥ずかしくて涙が出たことありましたね。でも今でもそういう典礼は残っております。そしてそこに持ってきたあのいろんな道具の中に音楽の楽器がございましたけど、全部の楽器は持ってこられないっていうんで、楽器は孫玄関に備えてあったもので、石で音が出たりですね、鐘鼓って言って、これにも出てきますけど、鐘とか太鼓なんかもございます。